本日はお忙ししいいい中ログミ IR ライブににごご参加いただきままて誠にありがとうございます本日は当社サーバーワークスについてのプレゼンテーションの後、次応答の時間を設けさせていただいております。それでは本日の発表者をご紹介いたします。代表取締役社長、大石亮でございます。はい、皆さん、こんにちは。 で代表を務めておりまますす大石ごございいログミ、IR、ライブご参加いただきましてありがとうございます今は私の方からですね、決算説明会とは違いますので、決算等の情報ではなくて、私もサーバックスという会社の事業について、それから将来性についてですね、皆さんと共有させていただければなというふうに考えております。はい、あの初めにですね、1点あの補足させていただきたいんですけれども、今回ですね、このログミ i r ライブっていう、この IR イベントの性格上ですね、 おそらく多くの方が AWS についてはご存知だろうという想定のもとで,ですね、AWS についての説明を省いて、私もサーバックス会社の説明にフォーカスしております。この後ですね、アンケートもございますので、もし AWS についての説明も欲しいという方がいらっしゃいましたら、アンケートの方にですね、そのままご記入いただければというふうに思います。ぜひよろしくお願いいたします、はい。では早速ですね、会社のご案内させてください。私もサーバックス会社ですね、2000年に創業した会社でございます。 アマゾンさんがこの AWS をです、ね、始めたのが2006年のことでございますので、それまではで、ね、私たち全然違うことをやっておったんですけども、何をやってたかというとです、ね、こんなことをやってたんですねあの。私ぐらいから上の年代の方ですと、なんとなくイメージあると思うんですけども、大学の合格発表っていうと、こんなイメージなんですよね。でも今時の大学の合格発表、こんな感じでございます。全部スマホで落ちて受かったって見せちゃうんですね。 ところがですね、大学さんってこのシステム、1年に1回しか必要としないもんですから、自分たちでシステム打つんじゃなくてです、ね、アウトソースすると、まあ、こういうニーズがあるわけなんですね。で、えー、こういったビジネスをです、ね、私はずっと手がけておりましたで。ところがですね、このシステム、こんな課題があるんですよね。大学の合格発表って、2月の特定の日の朝10時から1 0時ごに集中するんです。 この15分のためだけにサーバーが200台ぐらい必要なんですね。で、過去私たちそういう投資とかおもりとかやってきたと。ところがですね、コストというのは、この15分のピークに合わせて、こんなふうにかかっちゃうわけですね。つまり、この部分が私たちにとって全部無駄だったんですね。でこれはなんとかしなきゃいけないということで、自分たちの解決策を探してましたら、そうしたらですね、どうもあのアマゾンさんが仮想のコンピューターをネット越しで1時間10円で貸してくれるらしいと。 いうことを聞きつけて触ってみたというのが私たちの AWS との出会いでございますで。実際私も触ってみたんですけども、これはすごいと。本当に相手の世界がまるっきり変わっちゃうぞということが分かりまして、翌年こんなことを始めました。社内サーバーは購入禁止令ということですね。あの私たちエンジニア比率が大体7割ぐらいの会社なんですけども、2008年から本当に1台もサーバー買ってないんです。全部 AWS 使ってみようと。 ということで、自分たちの社内のシステムやサービスを Amazon のクラウドに載せてみてですね、本当にサービスが継続できるのか、事業が維持できるのか、やってみようということをやってみたんですね。で結論申し上げると、2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災、こういう危機を乗り越えてですね、私たち20期連続で増収で来れております。今、この実験は成功だったんじゃないかなというふうに結論付けております。そしてですね、いよいよ2009年から、これから新規のプロジェクトは AWS1 本だと。 いうことで、日本で初めてですね、この AWS の導入支援サービスというものを事業化したわけなんですね。なんですけども、最初はですね、非常に苦労いたしました。2009年、10年の頃に、クラウドどうですか、AWS どうですかと言っても、なかなか皆様、見向きしてくださらなかったんですね。そんな事情が一変してしまったのが、こちらの事例になります。 これですね震災直後のツイッターのログ、私、拾ってきたものなんですけども、日本席じゃん、接種、繋がらない、繋がらない、アクセスできない、接続できない、こういう悲鳴に立つべき人たくさんあったんですね。これ、何が起きてたかと言いますと、震災直後、被災された方はどこに行ったら緊急料を受けられるんだと。被災されてない方はどこに行ったら現金払えんだ、ボランティアできるんだ。こういう情報を求めて、一斉にアクセスが集中してしまったんですね。これでサイトがダウンしちゃったと。で、実は私たち、ここにボランティアで AWS のサービス提供させていただいたんです。 震災前はですね、普通のサーバーだったんですね。ここにアクセスが集中してダウンしてしまったと。震災直後、私たち駆けつけて、AWS が提供している EC2 という仮想サーバーに日石さんのホームページを移して、それから AWS がですね、コンテンツのコピーを持つキャッシュサーバー。これ全世界に持ってるんですね。日石さんのホームページの中身が自動的にキャッシュサーバーにコピーする仕組み。こういう仕組みを私たち30分で導入したんです。一般のユーザーさんは日石さんのサイトにアクセスして見えるんですけども、 実際のコンテンツはこのキャッシュサーバーから帰ってくる。これによってアクセスしようとんですね。実際これやった後、テレビ、ラジオ、インターネット、いろんなところで日石さんのことで,です。出ました。でも、サイトのダウンって一度も起こしてないと。これを30分でやったら、君たちそんなことができるんだったら、これもやってくれないかと。いうふうに言われたんですね。日石さん、何千億円という現金を集める仕組み、お持ちじゃなかったんですね。そこで急遽我々に知らなかったと。こんなことをやりました。 ご記憶の方もいらっしゃるかもしれませんけども、義援金の振り込みってすごい量で、当時銀行のシステムがダウンしちゃうというぐらいのトランザクションが分かってましたんで、この AWS ですね、仮想マシンへ、えー、のスペックをです、ね、選べるようになってるんですけども、当時最上位のマシン20数台を用意して、それを束ねる仮想のロードバランサー、1日に500万通送れるメールサーバー、そしてデータベースです。 万々が一にでも義援金の振り込み情報が吹き飛んだなんて言ったら、本当に社会問題になってしまいますから、AWS がですね物理的に20キロ以上離れた2拠点間で、データベースの内容を自動的に同期して、バックアップも自動的にやって、5分以内だったら、何かミスがあって元に戻ると、こういうデータベース持ってるんですね。こういった仕掛けを使って、我々このインフラを2時間で作って、48時間でアプリケーションを開始して、それで日赤さんに届けたんです。 われわれ3月14日にです、ね、初めて日脇さんに伺ったんですけれども、15日にはサイト復旧して、そして17日には義援金の募集って始まっていると。この義援金募集ですね、震災後が起きてから都合2年半の間行われたんですけれども、それまでの間、3200億円の義援金、全額私たちが AWS 上で作ったシステムで集められて、そして被災された方々に届けられたと、こういったことがあったんですね。 5月までですね、この事例が様々なメディア等を通じて広く知られるようになりまして、あそうかと、AWS ってこういうい災害時もちゃんと機能するんだと、AWS 使おうと思ったら、私たちサーバックスのような専門のパートナーがいるんだということが広く知られるようになりまして、そして今日現在ですね、一0車社を超えるエンタープライズと呼ばれる中堅大企業の皆様が、私たちサーバックスの会社と一緒に、この AWS を使っていく、こういう選択をしてくださっているわけなんですね。 はい、いあの実は私、最初ですね、この日赤さんの事例、皆さんにお話してなかったんです。お話してなかったらですね、日赤さんに怒られたんですね。大石さん、これなんで喋ゃんないんだと。いやいや、そんなあのボランティアだったとこですから、自慢することないじゃないですかというふうに申しましたら、いや違うと、話せと。話して、儲けて、現金払えと。こういうふうに言われましてですね、あのお客さんとこちらのお客さんからいただいた売り上げの一部は、現金として寄付させていただいたり、まあ、それから日赤さんの考えではですね、あの災害直後のボランティア、これも,もちろんありがたいんですけれども、 どちらかというと、ですねその後の復興の方がまが、あ、より時間もお金もかかる、これをサポートしてほしいというふうに言われまして、私ども,もです、ね、その趣旨に賛同しまして、今でも毎年、利益の一部を日赤さんの活動資金として寄付を続けさせていただいております。はい、あの先ほどです、ね、申し上げた通り、私たち日本で一番最初にこの AWS の導入支援をビジネス化した会社でございます。そのかげですね、さまざまな認定、アワードなんかもいただいているんですけれども、最も重要なのがこのプレミアパートナーと。 いう認定です AWS の売上高ですね、あのこれ、a m a z o n c o m じゃなくて、AWS の方ですね、えー、昨年、もう日本円で5兆円超えっていうです、ね、もうとんでもない規模になってるんですね。まあ、そこに全世界から10万社以上と呼ばれる会社が自分たちもパートナーやりたいと、この名乗り上げてる。それを Amazon さんが4段階にランク分けするということをやってまして、この最上位がです、ね、プレミアと UTR なんですね。これ、年度更新で落ちる会社もあるというです、ね、非常に厳しい認定なんですけれども、 えー、おこ様で我々サーバックスですね、2014年から連続して認定を受けて、そして知名度の獲得に一役買っているというものなんですね、えー。こういった取り組みが走行いたしまして、2019年にはマザーズに、そして2022年の4月には、えー、東証プライムの方にリリースをさせていただいているという会社となっております。はいえー、会社のアウトラインはです、ね、このぐらいといたしまして、早速こう事業の内容についてですね、まあ、ぜひあの今日個人投資家の皆様がほとんどだと思いますので、あの投資家の皆様のビューから見て、 このサーバックスという会社、どういうふうにあの、どういうところをですねあの、気にされるかという、よくあるご質問、3つご用意してまいりました。なぜ今、クラウドが求め,求められているのかと、これ、今、一過性のものなんじゃないのかというご質問、それから AWS ってなんでパートナーが必要なのかと、別に自分たちやる、もう内政化というキーワードも今出てきますし、自分たちでやればいいんじゃないのか、それから従来の SIA に頼めばいいんじゃないか、こういうご質問、それからそのパートナーの中でもなんでサーバックスなのか、他にも今、AWS やりたい、やっていると。 いう会社っていくつか出てきているのだと。まあ、その中でもなんでサーバークスなのかと。まあ、この3つがですねよく聞かれるポイントなんですね。えこれ、それぞれ、ですねちゃんとあの私の方でも答えがありまして、それがですね私もサーバークス会社のまあキャラクターにですねあのもひもづいていますので、まあ、この3つの質問にお答えするような形で進めていきたいと思います。まず1つ目、なぜクラウドが求められているのかと。これ、一言というとです、ね、やっぱり社会の要請なんですね。で今、社会の要請って何かと言いますと、大きく3つあるかなと。 いうふうに意識しています。一つはですね、なんといってもこれですね、もうとにかく人が減るということ。で、これに加えてですね、今、デジタルディスラプションというキーワードありますよね。これ、例えばですね、ウーバーって、この,あのアメリカの西海岸あたりだと、まあ、タクシー、レンタカーってほとんど壊滅させちゃってますよねと。エアー b n ビー、これはあの、まあ、ホテルがですね、フランスだと今、1日に1軒潰れてると言われてるとあの。コロナで一時落ちましたけれども、もうですね、コロナ前まで復活してるそうですね。まあ、そんな状況。 ネットフリックス、これ皆さんご存知の通り、レンタルビデオって消滅しちゃいましたよねと。アメリカの方だとまあ映画館もなくなり、ついにですね、ケーブルテレビの売り上げも、このネットフリックスとかのせいで落ち始めているということだそうなんですね。こういった IT を活用する未知の挑戦者がですね、既存のリアルなビジネスを突然壊してしまうということが今、世界中で起きている。で、これに加えて、まあ皆さんご存知の通り、コロナショックと。まあこういう今、三重苦っていう状況にあるわけですね。これに対して、 今、日本の企業、何をやらなきゃいけないかというとです、ね、おそらくこういうことかなと思うんですね。まず一つは、競争力の源泉になるものにリソースを集中しなきゃいけないと。昔だったらです、ね、ちょっと前であれば、どんどん人を採用してです、ね、フルにかけて、残った人だけ使ってればよかったですね。もしくは、ちょっとしたオペレーション、例えばコンピューターの重みなんてのは、どんどん社員雇ってです、ね、その人たちにやってもらえばよかった。まあ、ところがですね、今、皆さんご存知の通り、IT 人材なかなか取れないと。まあ、当たり前ですよね、人が減ってますから。 でそういった中で、コンピューターのおもりみたいなところに人が避けなくなってきている。だったら、こういったところはです、ね、Amazon だったり、Google だったりと、こういうメガクラウドベンダーに任せていかざるを得ない。自分たちは DX というです、ね、この業務をどうやって、まあ、デジタル化してです、ね、トランスフォームしていくかと、まあ、そっちに集中せざるを得ないと、こういうことなわけですね。それから2つ目がです、ね、クラウドでどこでも仕事ができる環境を整えていかなきゃいけないと。あの私たちもおかげさまで,です、ね、こののコロナ禍の 間で一、まあ、年でだいたい50人から60人ぐらいの採用うまくいってるわけなんですけどもこれですねやっぱり私たちがテレワークの環境を用意できてるからなんですねもうですねこういった環境を用意できないと、まあ、優秀な人材って採用できなくなってきているでこれらをですね若くて優秀な人が興味を持って取り組める基盤を会社側が用意していかなきゃいけないともう昔ながらのですね古めかしいコンピューターのおもり 若くて優秀な人をやってくれなくて、そんな業務をアサインされたらです、ね、やめてしまうわけですね。あのまあ、私たちのお客さんですね、琉球銀行さん、まあ、地方の知人さんの言うですよね、あのいらっしゃるんですけども、えー、やっぱり知人さん、ですね今、経営環境は良くないので、どうしても支店の統廃合というのやらざるをえないそうなんですね。でただ、ですねこの支店の統廃合をやって利益を出すだけの会社に若くて優秀な人は来てくれない、それより何よりもですねお客さんとの接点、どんどん失われてしまうと。 いうことで、どうされたかというとですね、視点の都会合をやると。で、その代わり、失われた接点はデジタル上で作っていくんだと。で、そのデジタルの基盤としては AWS だということですね。頭取主導でこの AWS を選択されている。まあ、こんなようなこと実際に起きているわけなんですね。こう今言ったようにです、ね、この3つ、こういった文脈で、今、AWS だったり、Google クラウドといったメガクラウドの導入というのが進んでいるわけなんですね。冒頭で申した通り、この クラウドというのはです、ね、一時的なファッションではなくて、こういった、まあ、社会の要請を受けた本質的な変化、まあ、これが後押ししているんじゃないかなというふうに私としては理解しております。でもっと言うとです、ね、この DX、DX ってです、ね、今言われますけども、このさっき申した通りですね、あり、人がどんどん減っていく中で、うん、例えば小売店なんかでも店で、ね、員の確保ってどんどん難しくなっているわけですね。お客さんとの接点で失われていく。でかつ、社員もどんどん減っていく。 まあこういうです、ね、環境にある中で、じゃあ DX って何かというとです、ね、まあ、当然デジタル化、D がつくわけですから、デジタル化していくわけなんですけれども、デジタル化によってです、ね、お客さんとの接点、まあ、これをデジタルでより良くしましょうということだけではなくてです、ね、この社員の体験、まあ、その減っていく、社員が減っていくから、この減っていく社員をです、ね、よりこう生産性を高めてもらわないといけないわけですね、この社員の体験も改善していく、この C と E の間だから、 DX だという私、よく冗談で言ってるんですけども、こういう文脈で、ですね今、DX とかクラウド化といったことがこの必要とされているわけなんですね。実際、ですねちょっとこの面白い事例あの、皆さんにご紹介させていただければなと思います。この AWS ですね、皆さん、このサーバーとかをクラウドに持っていけるんでしょうと、アマゾンがですね貸してくれるんでしょうっていうのはなんとなくご存知だと思うんですけども、実は今、ですね電話のシステムもクラウドに持っていけたりするんですね。 これを使って、新生銀行さん、こんなことやってらっしゃいます。この電話のシステムですね、Amazon Connect という名前なんですけども、これを使ってですね、こちらから電話をかける仕組み、それをですね、えー、自動化されてらっしゃるんですね。で、これ、どういうふうに使ってらっしゃるかというと、この Amazon Connect という仕組みを使って、自動的にですね、このローンの、ローンとかですね、その支払いが遅れてる人に自動で電話かけるそうなんですね。で、今までってこれ、オペレーターが手でやってたんですね。でも この支払いが遅れてる人って、自分が支払い遅れてるって分かってますから、電話かかってきても、ですねなかなか出てくれないそうなんですね。でも、オペレーターさんってノルマがあるので、これ、結構精神的にストレスのかかる仕事だったそうなんですね。ところが、この Amazon コネクトという仕組みを使って自動化することによって、自動で電話をかけますと。で、この督促される側が、ですね電話に出て、ちゃんと通話できるような状態になったときに、初めてオペレーターとこうつながると。 そういう仕組みも自動化されたんですね。まあ、これによってフォロワー数が増えてで、もちろん支払い率も良くなるわけですね。で、オペレーターの方もですね、あも精神的な負担が減ると、こんなようなことがです、ね、自動化できているわけなんですね。まあ、これは DX の非常に面白い例じゃないかなというふうに思います。はい、それから2つ目ですね。なんでパートナーが必要なのかということなんですね。この今、パートナーの重要性、このクラウドのマーケットで非常に重要、増加しているのかなというふうに思います。 どういうことかと言いますと、AWS って今ですね、200以上のサービスがあるんですね。もう理解が、まあ、普通のエンジニア一人ではとてもできないというような状況になってます。で、さらにですね、今、内製化ってキーワードありますけれども、お客様側が自分たちでやろうとしてもですね、結局使うサービスに偏りが出ちゃうんですね。自分たちが使うものは使うけど、使わないものは全然学習の機会がないということで、ノウハウの集積、これ難しくなってるんですね。 かつですね、今、クラウドベンダーの競争も少しずつ激しくなってきています。今まではもうずっと AWS 一強でしたけれども、マイクロソフト、グーグルもですねもう頑張って追い上げてるわけですね。まあ、そうなると、お客さんの方もですね、まあ、今までみたいにアマゾンさん、AWS と話してればいいやという世界から、このグーグルではどうなってるんだろう、マイクロソフトではどうなってるんだろうということで、いろんなベンダーの話を聞かなきゃいけなくなってきているわけですね。どんどんこう組み合わせが難しくなってきている。そうなると、 まあ適切に組み合わせられる。まあ、私たち、サバックスですね。エラブスが専業ですけれども、子会社を通じて Google クラウドも提供してます。こういったマルチクラウドサプライヤーというのが、こう、重要になってきてるわけなんですよね。いや、でもそれって、なんか他の従来型の大手の SI 屋さんでもいいんじゃないのという声、まあ、SI 屋さんとうシステムインテグレーターの略ですね。あの、そういうのでもいいんじゃないのという声あるかもしれません。これで、ね、でもちょっと違うんですよね。あの私たち、こんなふうに見えてます。今までの システムインテグレーションの世界ってですね、お客様側がこの SI やにですね、喉が渇いたっていうふうに頼むとですねこう、SI と呼ばれる業種の人たち何やったかというとですね、チームを作るんですね。まあ、調達チームとか品質チームみたいな感じで、まあ、たくさんのチームができるわけです。で、それぞれのチームがですね、この人手が足りないので、どんどんですね、えーまあ、子会社だったりとか協力会社と呼ばれるところにどんどん頼むわけですね。で、いろんなバケツを調達する係とかですね、水汲んできたりとか、まあ、いろいろこうチームができるわけですね。 で、人が増えていくので、間をですね、まあ、しっかりドキュメントでつなぐというふうになるんですね。お客さん、のが渇いたと言ってるのに、バケツと紙が出てくるというのがですね、まあ、今までのシステムインテグレーターのまあ常識だったわけですね。でそれに対して、今、私たちのですね、まあ、クラウドインテグレーターと呼ばれる会社にお客さんが喉が渇いたっていうとですね、私たち何をやるかというとこんなことやります。この Amazon 工場と呼んでますけれども、 AWS ですね、さっき申した通り、200以上のサービス、たくさんあるわけなんですね。で、その中で、これ、一つ一つ取ってみても、何に使うのかよくわかんない。でも、組み合わせるとこんな風になる。そういったものがあるんですね。まあ、例えばですね、この HHO なんてのを持ってくると、これってこういう風に組み合わせると、水になってお客さんの喉をかけばれるよねと。まあ、こういうようなですね、あの組み合わせて素早くデリバリーするということが起きてるわけなんですね。 あの私、さっきドヤ顔であの日赤さん、あれもうすぐ48時間でやりましたみたいな話しましたけども、あれ、なんでうちのエンジニアがそんな短時間でできたかというと、こういったですね組み合わせの分子式を知ってたんですね。なので、ああいうユースケースの時には、AWS のこのサービスとこのサービスをこういうふうに組み合わせるとすぐできるぞということが分かってたわけなんですね。なので、素早くデリバリーできたということなんですね。 この従来型の SI ですと、ハードウェアの調達っていうのが前提になってますので、こミスが許されない。一つ一つこう慎重に進めると、こういうやり方だったわけなんですね。まあ、そうするとミスが許されないので、やっぱりお客さん側もです、ね、大手の方にまあ保険をかける意味でもです、ね、頼むと。で、ユーザー側もです、ね、そのコンピューターのキャパシティでってです、ね、簡単に上げ下げできませんので、この大きなものを余分に買うという調達がまあ今まで当たり前だったわけですよね。で、そうするとですね、どんどん ハードもです、ね、必要とされるものよりも大きなスケールで買いますので、どんどん必要とする人数も増える、で人数が増えれば分業をせざるを得ない、そうするとどんどん協力会社とかです、ね、あの孫受けみたいな会社が増えてくる、まあ、こういう業界構造だったわけなんですね。でそれに対して私たちみたいな会社、今です、ね、我々、もう案件の9割以上が直接お客様からオーダーされるわけなんですね。でなんでそんなことが起きているかというと、これ、インフラの変更が。 クラウドの世界だと簡単に可能なんですね。そうすると、お客様もですね、保険をかけて余計なものを調達する、こういうことをしなくていいわけですね。で、適切なサイズって、今まではですね、このサイジングとかキャパシティプランニングっていう名前のもとに、こう、一部バクチなんですけども、大きなですね、コンピューターを買うっていうのが当たり前だったんですけども、今はですね、事前に見積もるよりも、迅速にトライアンドエアをする、まあ、こういった能力の方が重要になってきてるわけですね。しかも、この、 昔のコンピューターですと、このえっちらおチら運んで、ですね、ちゃんと人がセットアップするということが必要だったんですけども、今、インフラもですね、コードでコントロールできるようになってです、ね、プログラミングすることができる。そうすると、ですね、インフラのサイズと人数が比例しなくなってくるんですね。まあ、実際に私たちもですね、あのファミペイさん、ファミリーマートさんのですね、あのインフラ、非常に巨大なインフラなんですけども、でも。 今までだったらですね、ああいうインフラをおもりしようと思うと、まあ、50人、100人単位で必要だったのが、まあ、そんなに人をかけなくても、あれって実現できるわけなんですよね。こういった適切な組み合わせを知っているかどうか、こういったことがですね、まあ、より重要になってきているということなんじゃないかなというふうに思うんですね。今、まあ今申し上げたとおりですね、従来型のサイアと違って、こスピードとか組み合わせノウハウ、自動化、まあ、こういったものができるかどうかが、まあ、より重要になってきていると。こういう世の中の変化が起きているのかなというふうに思います。 で実際、私たちがです、ね、この自動化というところにちょっと焦点を当てますと、こんなことをやっていますえ。クラウドオートメーターというです、ね、AWS の運用をコントロールする、自動化する SARS を全、ね、身の製品から言いますと、2010年からです、ね、もう足掛け12年え、ずっと自社で開発してご提供していますえ。私たちのお客様にはです、ね、これ無償で使えるというようなあのモデルになっていますで。これを使うとです、ね、まあ、例えばこのサーバーを 必要な時間にです、ね、自動的にオフオンしたりとかバックアップしたりとかデザースタリーカバリーする、まあ、こういうような標準的なオペレーションが簡単に自動化できるわけなんですね。画面としてはです、ね、こんな画面なんですけれども、まあ、これを使ってです、ね、実際に総合商社のマルベリーさん、えー、5年間でこのクラウドオートメーターを使うと、ね、2.7億円 AWS コストを削減できると。まあ、だから、この AWS の調達も AWS のインプリもです、ねえー、私たちはーバックスの会社に頼んで,で、このクラウドオートメーターをセットで使うことによって、 コストもですねより削減していこうと。まあ、こういうことが実現できているというわけなんですね。これが2つ目です。はい、そして最後ですね、まあ、なぜ砂漠なのかということですね。あのこれがですね、あの私どもが認識している当社のまあバリュープロポジションというものですね。お客様の期待値、お客様としてはこういうことをや,ろうやってほしいと思っている。まあ、その中で、競合もいますけれども、当社だからできる、この領域ですね。まあ、ここは何なのかということなんですが、 えー、主にですねこの4点ですね。まず私も、まあ、会社の、えー、先ほど、ですね、えー、スピードというお話し,しましたけれども、リーズナブルなコストとスピード感で、この AWS ですね、私たちあの、日本で一番最初に始めてますので、まあ、10年以上の経験を持っているエンジニアがたくさんいるわけですね。こういった高い技術力を持って、えー、それからですね中堅大企業に特化した体制というふうに書いてますけれども、冒頭申した通り、私ももともと大学さん向けのビジネスとかをやってましたので、このまあ大企業とかですね、 ややこしい組織の皆様と一緒に仕事をする、まあ、こういったことはあの昔からやってきているわけですね。で、こういった組織にです、ね、新技術を導入するような特有の事情、まあ、エンタープライズの皆さんですと,、ねですと、例えば AWS を1つ取る、使うにしてもです、ね、まあ、料金の配布、組織に対する配布をどうするかとかです、ねえー、組織がちゃんとこの AWS のルールを守っているガイドラインをどうやって作っていくかとかです、ね、まあ、特有の問題ってあるわけですね。こういったものに対応できると。 いうことそして最後ですね、大手の SIA さんと決定的に違うのが、私もです、ね、自社のハードとかデータセンターを持ってないので、AWS に100%コミットできるとあの。残念ながらですね、今、えー、お客様の方が大手の SIA さんに相談するとあの、AWS 使いたいんだって相談するとです、ね、やっぱり自社のサーバーとかデータセンター使ってくださいと、で、サブで AWS とかグクラウド使いましょう、まあ、こういう手案にならざるを得ないわけですね。 まあ当たり前ですね社内でこうカニバリがありますので、でも私たち、さばく世界ですねそういった変なカニバリがないので、お客さんに対して100%クラウドを使い切りましょうという提案ができる、まあ、こういう提案の内容と質の差で、私もマーケットで勝てているということなんですね。はい、でこれに加えてです、ね、あのちょっともう少し訂正に深掘りしますと、やっぱりですねこの社員というのが非常に重要かなというふうに思っております。 で私もですね、実際このコロナショックで、まあ、どんなふうになったかといいますと、先ほど、まあ、あのテレワーク進めてますというふうに申しましたけれども、2020年の2月からですね、もう完全なテレワークに移行いたします、移行しております。で、これ、単にですね、テレワークに移行しただけじゃなくて、私ももともとですねあの、テレワークやってたんですね。ただ、このコロナ禍で、えー、社員からですね、出社してもいいし、リモートワーク、テレワークでもいいよっていう、そのオプションを奪うことになったんですね。 絶対に会社にあの来ちゃだめですと、でも生産性を落とさないでくれと、まあ、こういうオーダーをしているわけなので、そこを補填する意味で,で、すね毎月2万円のテレワークテロルを全社員に支給しております、これ、今でも続けてます。これによって、ですね家でもちゃんとま机だったり、ディスプレーだったり、モバイルルーターだったり、必要な設備をちゃんと整えて、会社に来ている状況と同じようなですね生産性をちゃんと確保しようというようなことをやっているわけですね。 こういった取り組みのおかげで,です、ね、私ども、このテレワーク化でも生産性を落とさずにです、ねえー、きちんとオペレーションできてるんじゃないかなというふうに考えております。でもっと言いますと、この働きがいと働きやすいの両立、まあ、ここがです、ね、やはり肝かなというふうに思っております。この働きがいという観点で言いますと、この私たちサクス会社、非常に分かりやすくてです、ね、AWS という技術を確実に習得できるわけですね。 なので、まあ、エンジニアにとっても、営業マンにとっても、自分のキャリアが磨かれるという確信があるわけですね。この AWS の技術あの、向こう5年、10年ですね、おそらく食いっぱぐれることはないと思いますので、これを今、学んどくことは、まあ、キャリアにとっては非常にプラスになるということ。それから先ほど申した通りですね、フルリモート、フルテレワークの環境を今でも続けてますので、地方在住でもですね、最先端のプロジェクトに携わることができる、まあ、そういう機会を提供できるということ。で 働きやすさという観点で言いますと、これ、先ほども申した通りですね、テレワークでもオンサイトでもどちらでも差がないように働ける選択肢と、先ほどもお伝えした手当てですね、こういったものをやっているということ、それからですね、匿名ランケートを用いた第三種評価なんかもやってまして、この分野で言うとですね、グレードプレイストマークという取り組みがです、ね、一番大きいと思うんですけども、こちらもですね、おかげさまで5年連続働きがいのある会社にランクインさせていただくことができております。こういった取り組みが走行してですね、 まあ優秀な社員をちゃんと採用できて、でそういった人たちがデ来バリしているからこそ、まあ、お客様の信頼も積み重なって、で、ストックの収益がちゃんと積みませられていると、まあ、こういういい循環が生まれているんじゃないかなというふうに自負いたしております。はい、今ですね、あのマーケットから求められているのって、こういうことなのかなと思うんですね。あの冒頭申した通り、やっぱり DX っていうのは、うう社会の要請になってるわけなんですけれども、でも、なかなかですね、 自分たち、自社だけでやりるのは難しい、まあ、そのためのサポーターが必要だという認識、少しずつ広まってきているのかなというふうに思います。私もですね、この高い山に登るサポーター、まあ、シェルパーに例えているんですけれども、このお客さんもですね、この非常に高い山を登っていかないといけないわけですね。で、本当にたどり着けるのかとかですね、どうやって登ったらいいのか、まあ、そういったノウハウ不足している状況なわけですね。で、それに対して私たちみたいなですね、こうシェルパーのような専門のパートナーがいれば、 どういうふうに登っていけばいいのか、AWS を使うにしても、Google クラウドに使うにしても、どういうふうに使っていけばいいのかということについては、非常によく分かっているわけですね。ですので、お客様にとっても、私どもと一緒にプロジェクトを進めた方が、DX 化の成功確率が上がると、まあ、こういう文脈でですね、私たちサーバックスルーのよう会社が今求められているのかなというふうに私どもとしては認識をいたしております。はい、ということですね、今日私、皆さんに3つのことお話しさせていただきました。 まず1つ目ですね、企業はこの人口減コロナ禍という苦難に対応するために、クラウドを用いた DX 化というのを進めていらっしゃいます。この DX 化を進めるためにはですね、クラウドの利用というのがもうどうしても必須になってくるわけですね。このクラウドの需要というのは、このファッションではなく社会の要請だと、これからもまだまだ続いていきますよということ。それからクラウド時代ですね、従来型のシステムインテグレーションとは異なるスキルセットの能力が求められるのかなというふうに思います。このメガクラウドの機能セットがですね、 膨大になるにつれ複雑さが増してますので、私どものような専門家集団の必要性というのが今、増しているのかなということ、そして最後にです、ね、この人材不足時代の DX 実現には、パートナー選定というのがより重要になってきているわけですね。この DX、まだまだこれからもです、ね、あの企業の皆様の主要なトピックであり続けると思うんですけれども、その際にもです、ね、豊富な AWS 等ス導入実績を持つ私どものようなパートナーを有効に活用したい、まあ、こういうニーズは今後も増加していくんじゃないかなと。 いいうふうふに思います私どもの、ね、やってるビジネスというのは、まあ、決してこう一過性とかです、ね、あのファッションとかではなくて、まあ、本質的な社会変革を、それにちゃんとです、ね、マッチしたサービス、会社になってるんじゃないかなというふうに私どもとしては認識をいたしております。はいということですね、今日のお話が当社をより深く理解していただけるら以上になればなというふうに考えております。ごご清聴どううもありがとうございました 大石さんありがとうございました。これではそれあ、それではこれより質疑応答に移らせていただきます。本日の内容に関する質問も受け付けておりますので、q&a ボタンよりご質問をお願いいたします。えー、では、大石さん、あの早速ですが、はい、えっと事前に質問をいただいているものがありますので、そちらからはい、最初のご質問として読み上げさせていただきますので、ご回答の方よろしくお願いします。はい まず1つ目の質問です。記、え、者、ー、の株式を個人投資家として保有しています。ありがとうございます。直近で人員を急拡大させる投資家戦略を捉えておりますが、一方で、例えばクラウドインテグレーション事業におけるプロジェクト数は、かねがね横ばいの推移です。 えー、人員対拡大に見合うほど案件が取れていないことを懸念しています海外の大手 IT 企業も人員拡大の方針を見直す方向が報道されています経営陣として人員がどれだけこれだけ増えている中今後の生産性の向上見立てについて具体的にご教示くださいといったご質問をいただいております回答の方よろしくお願いします、はい、はい、ご質問ありがとうございます あのプロジェクト数の推移についてはです、ね、あのまあ、要因がございまして、私どもとしても把握はしているというものでございます、うんえー。いくつかポイントがあるんですけど、まず一つ目ですね、あの今、採用を強化しておるんですけれども、えー、実際にはですね、えーまあ、まだまだ必要とされているという状況です。なんで必要とされているかというと、まあ、採用に対してプロジェクト数がこう増えてないというふうに見えているかもしれませんけれども、あ,のありがたいことにですね、 私もリピート案件が非常に多くなってきてるんですね。で、そのリピートの中でも、このプロジェクト、あのクラウドインテグレーションのです、ね、あの数字に入らない、あの私もでは MSP というふうに認識してますけれどもえ、マネージドサービスのニーズも増えてるんですね。ですので、私どもとしてはです、ね、人員を、ま、採用してです、ね、トレーニングしてで、ま、今まではこのクラウドインテグレーションの方に振り向けて、どんどん新規を取っていこうと。 という活動をやってたんですけれども、まあ、少しずつです、ね、あの既存のお客様の、えー、カスタマーベースが増えていくに従って、こちらのオーダーも増えてきたと。で、それに対するこの m s p の人員ですね、まあ、こちらも必要になってきているので、まあ、そのため、えー、人員はです、ね、ちゃんと採用できているんだけれどもこう、プロジェクト数がこうなんか取れてないように見えるというのは、実はそういった要因がございます。これ、まあ、逆に言うとですね、あの大変残念なんですけれども、採用がまだあの追いついてなくて、 え本当はですね、もっと採用できていれば、もっとクラウドインテグレーションが取れるのにという、まあ、そういう意味でもあるんですね。ですので、私どもですね、あの採用をこう、急加速させてますということを、決算説明会等でもお話してますのは、この、えー、まだですね、残念ながら、クラウドインテグレーションの人員が需要とマッチしてないと、需要の方がまだ多い状況が続いてるんですね。でこれ、あのー、景気動向とも、あのーまあ、来年あたりはですねちょっと心配はされますけれども、 今の足元の状況を見る限り、え、まだまだ続くかなというふうに思っております。まあ、その意味でですね、え、私もとしては、まあ、人員の確保を急いでいるということが一番大きな要因でございます。はい、小林さん、ありがとうございます。はい、はい、では、次の質問に移らせていただきます。えっ、ー、と。次ですね、はい、えっ、ー、と、人員拡大戦略に関連して、営業利益率について。 2020年2月期から2023年2月期、業績見通しで比べると、売り上げは2倍弱になった一方で、営業利益率が6%から3%まで低下した結果、営業利益率が、えー、成長していません。どのような時間軸で利益率向上のフェーズに至ると考えていますか、あるいは必要とする人員の、はい、えと数の目標と、その理由について考えを教えてくださいといったご質問をいただいておりますお願いします。はい ご、はい、ご質問ありがとうございますあの営業利益率についてはですね、えーまあ、採用が多いと、まあ、残念ですけども、利益率が減少して、まあ、少ないと、えー、増加するという、ですね、まあ、非常にシンプルになっているという状況でございます。で、えー、2020年2月期の第4四半期からですね、翌2月期の第1四半期に、まあ、急激に営業利益率が減少しているのは、まあ、このクォーターですね、採用が増えたということを表しているわけなんですが、まあ、逆にですね、 えー、2021年2月期の第2四,四半期ですね、ここから2022年2月の第2四半期まで、営業率,率がこう上昇傾向にあるのは、まあ、この期間、採用を絞ってたということを表しているわけでございます。で、えーまあ、今後、じゃあどういうふうにあのしていくのかということ、あと今期のガイダンスについてともちょっと絡むんですけれども、あの決算説明会等でお話しさせていただいておりますとおりあの、単にですね、この AWS のビジネスだけではなくて、私ども、Google クラウドのほうにも参入して、まあ、Gigen という子、ね、会社を立ち上げ、そちらのほうでも採用を進めているという事情もございます。で、えー、このご質問のですね、どういった時間軸で利益率向上のフェーズに至ると考えますかというご質問なんですけれども、まあ、これあの、実は他の s a ス s 等の会社さんとほとんどあの考え方は同じでございまして、マーケットが伸びている間は、成長に投資させてくださいと。 でマーケットの成長が、まあ、鈍化した場合ですね、まあ、そういった場合は利益成長に振っていきますというふうにお話をさせていただいております。で、えー、今、足元の状況を見ますと、まだまだこのクラウドのマーケットですね、年率20%、30%という率で成長している状況でございます。私どももそのぐらいこう成長できているということですので、あの今しばらくはですねこう、まだまだ成長の果実で取れると、まあ、大きなグロースが見込めますので、 利益率の向上よりもトップラインの成長の方に振り切って、ですね成長あの会社としてですねスケールをこう取っていきたいなというふうに考えておりますはいでは次の質問に移らせていただきます。 次は数字ですね。数字の考え方の確認です。2点お願いします。はい、えとまず1つ目、えー、円安の効果を除いたベースの売上高成長率をご教示ください。えー、具体的には2023年2月期第2四半期累計で売上,売上高の成長率は前年 同期比プラス39%ですが、同時期に為替もおおよその30から40%ほど円安に振れているかと思います。そうすると、為替の影響がないとすると、ほとんど売上高額が増えていないというようなことでしょうか、それはなぜでしょうか。でもう一つ、えー、とお質問いただいているのが、利益率について、主な製品、サービス区分別で、おおよその利益率の違いについてご協力くださいとか、ご質問いただいております。 いしますはい、はい、ご質問ありがとうございますまずあの円安の影響についてなんですけれども、えー、前期の紙機がですね1ドル110円前後で今期の紙機が125円から135円前後ですので、まあ、実質です、ね、13%から22%程度が今期の円安の影響になっております、まあ、その上で39%成長ということでございますので、まあ、きちんとですね大学 オーガニックにも成長しておりますので、そこはご安心いただければなと思います。あの決算説明の資料で、私があのここが重要、これが重要なスライドですと申しているのがですね、えー、ドルベースの利用量、あのチャートをです、ね、よくあのお出ししてるんですね。であのまあ、どうしても為替が入ってしまうと、本当にオーガニックに伸びているのかどうかっていうのがちょっと分かりにくくなってしまうんですけれどもあの、ドルベースの資料をご覧いただけると、まあ、きっちりですね、 着々とこう積み増しているというところがあのご覧いただけると思いますのであの、それを見てご判断いただければよろしいかなというふうに思います。あの成長しておりますので、ご安心ください。から2つ目のです、ね、サービス区分別の利益率については、大変申し訳ないんですが、こちらの非開示とさせていただいておりますので、えー、細かい数字の開示、ね、につきましては、ご了承いただければというふうに思うんですけれども、あのまあ、ざっくり申しますと、リセールがです、ねえー、やっぱりそんなにこう、まあ、当然、 リセールについてはアマゾンさんとの取引になります、アマゾンさんからのこう取引がありますので、リ、え、ハ、ー、はそんなに大きくないという状況で、どうしてもです、ね、このリセールのボリュームが今後も大きくなっていくことは見込まれますので、えー、利益率についてはです、ね、あの当面、ちょっと限定的な状況は続くと思います。ですが、あの先ほども申した通りですり、ね、まだまだこう成長できるマーケットですので、トップラインが伸びれば伸びるほど、 利益の絶対額これは間違いいなくく増えていくわけですねあの私どもとしては、今、このリセールのビジネス、まだまだ成長余地があるというふうに踏んでまして、実際、足元もそうなっておりますので、このトップラインをきっちりと伸ばして、利益の絶対額を伸ばしていく、まあ、こういう方針で会社を成長させていただき,あの行きたいというふうに考えておりますありがとうございます。 はい、えっ、ー、と時間の関係でこちらで最後の質問となります。えー、A S, え<っ> <S にとって A W S コストが上がっていますが、その影響はどうなっていますか？といったご質問をいただいております。よろしくお願いいたします。はい、はい、ご質問ありがとうございます。あの、A S によってですね、A W S だけでなく、まあ Google ですとか、その他のクラウド、これあの特に海外製のクラウドですね、えー、割り落款が出ているのは、えー、事実でございます。で、これに対してですね、私どもが今力を入れていますのがポストセールスのサービス。 なんですね、あのポストセールスというのは、すでにもう導入いただいているお客様に対して、プラスアルファのサービスをご提供するというものでございます。で具体的にはです、ね、あの2つありまして、1つは、えー、調達オプション、2つ目がです、ね、アーキテクチャのご提案というものなんですね。あの調達オプションって何かと言いますと、AWS ってです、ね、実は買い方にいくつかオプションがあるんですね。でこれ結構複雑でございまして、えー、上手に買うと、 非常にこう安く調達できると、まあ、こういうオプション製品がいくつかあるんですね。で、私もです、ね、このオプション製品、調達戦略専門のエンジニアがいまして、でそのエンジニアがです、ねあのまあ、実際には例えば、えーまあ、月に数十万というお金をいただきながらコンサルティングしてです、ねで、実際にお客様の環境に合ったこう調達戦略というのを一緒に描いていくわけなんですね。でお客さんにとってみれば、まあ、数十万のコストを払っ 払うだけでですね、まあ、実際には年間で数百万、数千万という単位でで、ね、AWS のコストを削減できるということが実現できておりますので、お客様としても非常に満足度が高い、でもっと言うと、まあ、そういうアフターサービスも含めたですね、えーまあ、コンサルティングを受けられるので、なので、えー、サーバックスからやっぱり調達しようと、まあ、こういうお客さんのです、ねまあ、リテンション戦略の一つにもなっております。もちろんですね、短いスパンで見ると、えー お客様の AWS の利用力が減るっていうことはですね、私たちの,あの売り上げも減ることにつながりますので、あの、短いスパンで見ると痛いんですけれども、でもですね、結局そういう体験があると、お客様としてもですね、サーバークスという会社は、ただ単にですね、売りっぱなしじゃなくて、ちゃんとその後、えー、こういった円安のような状況に対応するためのサービスもですね、ちゃんと準備してくれてる。まあ、だったら自分たちで直接 Amazon と契約するんじゃなくて、サーバークスと契約した方が、結局、 まあ調達コストも安くできるし、何かあった時ににす,、ね、すぐ相談できる。まあ、こういったことが実現できるので、私どもから買っていこうと、こういうお客様を増やすことにつながるんじゃないかなと思います。2つ目のです、ね、アーキテクチャーといいますのが何かといいますと、AWS もです、ね、先ほど申した通り、200ぐらいのサービスがありますので、いろんなサービスとかです、ね、いろんなものを組み合わせることによって、まあ、コストが安くなったりということができるんですね。例えば コンピューター1つ、仮想のコンピューター1つとってもですね、あの今、皆様ニュース等でご存知かもしれませんけれども、あのソフトバンクさんがやられているアームっていうチップありますよね。あのアームベースのチップを実は AWS も用意してまして、そっちのコンピューターに切り替えた方がですね、コスト効率が3割から4割ぐらいアップするということが実際にできたりするんですね。なので なんかある特定の用途のです、ね、コンピューターは、じゃあそっちのアームベースのものに切り替えていきましょうということ案だったり、まあ、もっと言うと、そもそも仮想サーバーを立てるんじゃなくて、サーバレスと呼ばれるですね、よりこうクラウドネイティブな、クラウドのいいところを使ったサービスに切り替えると、もっとドラスティックにコストを落とせますよというようなことをです、ね、私どもがお客様のこう環境を見ながら、ちゃんとアセスメントして、で提案してで、場合によってはそれを私たちが一緒にこう作っていく。 それによってです、ね、お客様がコスト削減だったりを実現できるというようなことができるんですね。こういったことを通して、円安でちょっと割高感出てきたけれども、砂漠さんと一緒にやっている以上、大丈夫だというお客様の安心感につながっているんじゃないかなというふうに考えておりますはい、えー、上さん、ありがとうございます。はい、ますそれでではお時時間間になりりまままししたたたので、えー、次オートの時間を終了させていいだきますありがとうございました ありがとうございます。ははい。えーはい、えー、以上をもちましてログミ IR ライブを終了いたします。ええー、なお終了後にアンケートがございますのでご回答のほどどうぞよろしくお願いいたします。最後に大石より改めてご挨拶をさせていただきます。大石さんよろしくお願いします。はい。は皆様今日は IR ライブご参加いただきましてありがとうございました。 あの皆様はご存知の通りですね、今、我々のようなこのグロース株というのがですね、えー、ちょっと株価的には厳しい状況を続いておりますけれども、えー、先ほどから何回かお伝えしました通り、このクラウド化の波というのはですね、あの決して一過性のものではなく、まあ、これからまだまだ必要とされる、まあ、非常に大きな変革の、まだ始まったばかりというふうに私たち認識しております。まだまだですね、私たちのビジネス、私たちの会社に対する需要と、 いうのは増えていくというふうにかな強く確信してますし、まあ、その意味でもです、ね、ぜひ投資家の皆様からも、これからもですね、ご支援を賜ればなというふうに考えております。本日はどううもありがとうございました